昨年までチームメイトだった西川選手について新井監督は、ね、昨年までのチームメイトですし、元気な、ね、姿で頑張ってるか、ね、楽しみです、はい、近年は苦手としていた交流戦も勝率5割で終えた昨シーズン、今シーズンも新井監督は強い気持ちで交流戦に挑みます。昨年もね、その交流戦始まる前に、こうメディアの皆様からカープは交流戦弱いだとか、ずっと最下位が続いてるだとか、ね、メディアの皆様からね、そういうお声を頂戴したんですけれども、私全く知らないですからというふうにね言って、去年5割だったと思うんですよね、交流戦がもう全然、関係ないから、はい、自信を持って臨みたいと思います。